はい、こんにちは、アンソニーです。いよいよですね、月刊ステレオの特別付録、ヘッドフォンアンプ付き USB ダック、ラックスマンの LXU-OT2、こちらの開封をしていきたいと思います。もう今更っていう感じはかなりしますよね。ブログとかツイッターとか見てたら、もうたくさんの方がもうレビューをしていて、オペアンプの交換とか、はたまたコンデンサーの交換までやったり、あとね、すんごい立派な自作のケースを作ったりしてる方もいらっしゃいますので、まあ箱がこんな感じです。はい、全然私のような初心者がですね、こんな開封レビューをやっても全然参考にもならないと思うので、本当申し訳ないんですけれども、まあ私のようにね、初心者、初級者の方も、まあ、多少はいらっしゃると思うので、そういう方の参考に少しでもなればなというところでございます。はい、中から内箱が出てきました。すんごい軽いですね。開けてみます。よいしょ。中はこんな感じになってますね。はい、こちらが本体ですね。基板剥き出しの状態です。USB ケーブル。これは足ですね。最後にカバー。でも早速本体を開けていきます。おお、なんかかっこいい。はい、こんな形ですね。裏はこんな感じです。もうちょっとアップしてみましょうか。こんな感じですね。表のアップがこんな感じで、横から見るとこんな感じですね。この右側に USB ケーブルを挿す欄があって、で、こちらがラインアウトですね。RCA 端子になってます。で、これはヘッドフォンを挿した場合のボリュームノブですね。で、まあ、後で違うものに変更するかもしれませんが、一応は付属の USB ケーブルを使ってみましょう。あ、結構長いですね。わかりますでしょうか？これぐらい長さがあります。ちゃんとですね、この USB のケーブルにラックスマンの名前が入ってるんですね。今普通にラックスマンの USB ケーブルって売ってるんですかね？売ってるとしたらいくらぐらいするんでしょうか？まあ、そんなにお安くはないはずですよね。はい、じゃあまずはこの支柱とネジがありますので、これで足をつけていきましょう。めちゃくちゃ簡単ですね。組み立てというのもおこがましいぐらい、ただただこの足をつけていくだけっていう。まあこんな簡単なことならもっと早くやればよかったですね。で、まあ軽くドライバーで締め付けますと。はい、できました。これで完成ですね。一応こういう形で足がついたということですね。まあ特にガタはないんですけれども、やっぱりこれだけポンと置いとくにはちょっと心もとないかなということで、どうかな、まあ何らかやっぱりケースが欲しいような気はします。はい、ではこの USB ダックを、iMac の方につなげていきたいと思います。 USB をつなぎまして、この本体に挿します。多分自動的に認識すると思うんですけど、どうでしょうか。よし、挿しました。おっ、なんかここがオレンジ色に光りました。ここオレンジ色に光ってるのが。おお、出た出た。ですね、あとで画面をちょっとお見せしますけれども、この環境設定のサウンドのところで、きちんとラックスマンの LXU-OT2 というものが認識されました。自動的に。いいな。で、そのラックスマンを選べば、例えばこの状態で、iTunes を立ち上げて、どれから行こうかな。あ、こいつから行きましょう。まあ、当たり前なんですけど、今再生を押したんですが、あくまで出力はこちらにされてるので、スピーカーからは聞こえてこないということですね。じゃあヘッドホンを使って聞いてみたいと思います。